ナンバーアンダーラインアイの新曲がご配信公式サイトの謝罪とファンの反応を完全解説ファンの対応が素晴らしい理由2024年7月28日ナンバーアンダーラインアイは公式サイトを通じて新曲のご配信に対する謝罪文を発表しましたこの新曲は本来8月19日にリリースされる予定でしたがシステムエラーにより一部の音楽配信サービスで一時的に公開されてしまったのです この発表に対し、ファンの反応は様々でした。多くのファンは冷静に対応し、公式からの正式な発表を待ちましたが、一部のファンは誤って配信された新曲を拡散してしまいました。このような状況において、ファンダムのモラルやマナーが問われることとなりました。まず、この後配信が発生した背景について詳しく見てみましょう。n o ーアンダーライン I の公式発表によれば、 システムエラーが原因で一時的に新曲が公開されてしまったとのことです。具体的な時間帯は明らかにされていませんが、7月28日の一部の時間帯でご配信が行われ、その後すぐに公開は停止されました。公式サイトでは、再発防止策としてセキュリティ体制の強化に努める旨が記されています。このご配信事件に対して、ファンの反応は二極化しました。多くのファンは冷静に対応し、 公式からの正式な発表を待つ姿勢を見せました。彼らは、新曲が正規の方法で公開されるのを待ち続け、リンクをクリックせず、拡散を控える行動を取りました。彼らの中には、過去の経験から公式またはタレント本人からの発信以外は信じないという習慣が根付いていると感じる人もいました。一方で、一部のファンは誤って配信された新曲を拡散してしまいました。 彼らは新曲の曲名を明かし、SNS で拡散する投稿を行いました。このような行動に対しては、批判的な声も多く上がりました。多くのファンは、ご配信がわかっているにもかかわらず拡散することは他のファンの楽しみを奪う行為だと非難しました。さらに、一部のファンは、公式からの発表を待たずに拡散することはモラルやマナーの問題であると指摘しました。この後配信事件を通じて、 ファンダム全体のモラルやマナーが問われることとなりました。ファンダムは多くの人々の集まりであり、全員を統率することは難しいものです。しかし、多くのファンが冷静に対応し、誤配信を広めずに公式からの発表を待つ姿勢を見せたことは素晴らしいことです。彼らはナンバーアンダーライン愛のメンバーが新曲を楽しみに待っているファンの気持ちを理解しており、その期待に応えるために生還する行動をとりました。 このようなファンの連携プレイは、ファンダムの絆を強めるものです。多くのファンが新曲の公開を楽しみに待ち、ご配信を広めずに公式からの発表を待つ姿勢を見せたことは、ナンバーアンダーライン愛に対する深い愛情と尊敬の表れです。彼らは、ナンバーアンダーライン愛の音楽を心から楽しみ、応援する気持ちを共有しています。この後、配信事件は、システムエラーが原因で発生しましたが、 今後同様の事態が発生しないよう、再発防止策が講じられることが期待されます。また、ファンに対してもモラルやマナーを守ることの重要性が再認識される機会となりました。ファンダム全体が一丸となり、ナンバーアンダーライン愛の新曲を正規の方法で楽しむために冷静な対応を続けることが求められます。今回の誤配信事件を通じて、ファンのモラルやマナーが改めて問われることとなりましたが、 最終的には多くのファンが冷静に対応し、公式からの発表を待つ姿勢を見せたことは素晴らしいことです。これからもナンバーアンダーライン愛の音楽を心から楽しむために、ファンダム全体が協力し、モラルやマナーを守ることが大切です。この後、配信事件は、一部のファンが誤って新曲を拡散してしまったことから始まりましたが、多くのファンが冷静に対応し、 公式からの発表を待つ姿勢を見せたことは、ファンダム全体の絆を強める結果となりました。これからもナンバーアンダーライン愛の音楽を楽しむために、ファン全体が協力し、モラルやマナーを守ることが求められます。今回の事件を教訓に、今後同様の事態が発生しないよう、再発防止策が講じられることを期待しています。また、今回の誤配信事件をきっかけに、 ファンとアーティストの関係についても考える機会となりました。ファンはアーティストの創作活動を尊重し、彼らの意図を理解しようと努めることが重要です。ナンバーアンダーラインアイの新曲が誤って配信されたことに対して多くのファンが冷静に対応し、公式からの正式なリリースを待つ姿勢を見せたことは、アーティストへの深い理解と敬意の表れです。彼らは、 ナンバーアンダーライン愛が8月19日に新曲を正式にリリースすることを楽しみにしており、その日を心待ちにしています。さらに、ファンの中には、他のファンに対して生還を呼びかける動きも見られました。SNS 上で拡散を控えるように呼びかけたり、公式からの発表を待つように促したりする姿勢は、ファンダムの中での連帯感を強めるものです。これにより、ファン同士の絆が深まり、 ナンバーアンダーライン愛を応援するコミュニティとしての一体感が増しました。一方で、今回の誤配信事件を通じて、情報の取り扱いについても考える必要があります。システムエラーが原因で発生した誤配信とはいえ、情報が広まるスピードは非常に速く、SNS を通じて瞬く間に拡散されることが分かりました。このような状況において、情報をどのように扱うか、 どの情報を信じるかといったモラルが重要となります。公式からの発表を待つことの大切さや、拡散しないことの重要性が再認識されるべきです。また、ナンバーアンダーラインのメンバー自身もこの後、配信事件に対してどのように感じているのか、彼らの声を聞くことも重要です。アーティストとして、自分たちの作品が誤って配信されることは非常に辛い経験であることは想像に難くありません。 それでも、彼らはファンに対して感謝の気持ちを持ち続け、8月19日の正式なリリースを迎えるために努力を続けています。ファンとしても、彼らの努力や思いを尊重し、正規のリリースを楽しみに待つことが大切です。最終的に、この後配信事件はファンとアーティストの関係を見直す良い機会となりました。情報の取り扱いやモラルについて改めて考え、 公式からのの発表をを待つこことと重要性を再認識することで、ファンダム全体がより強固なものとなりました。n o ーアンダーライン I の新曲が正式にリリースされる日を楽しみに待ちながら、ファンは彼らの音楽を心から楽しむことができるでしょう。今回の事件を通じて得られた教訓は、今後のファン活動にも生かされることでしょう。ファンダム全体が協力し、モラルやマナーを守ることで、アーティストとの関係がより良いものとなり、 彼らの創作活動を支える大きな力となります。これからもナンバーアンダーライン愛の音楽を楽しみながら、ファンとしての責任を果たし、彼らの活動を応援し続けることが求められます。これからも多くのファンがナンバーアンダーライン愛の音楽を楽しみ、彼らの活動を支えるために協力し合うことが期待されます。今回のご配信事件を教訓に、ファンとしてのモラルやマナーを守り、 アーティストとの信頼関係を築いていくことが大切です。ファンダム全体が一丸となり、ナンバーアンダーライン愛の音楽を正しい方法で楽しむことで、彼らの創作活動に貢献することができます。これからもナンバーアンダーライン愛の音楽を心から楽しみ、彼らの成長を見守りながら応援し続けることが重要です。この後、配信事件を乗り越えて、ファンダム全体がより強固な絆を築くことができるでしょう。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーも、ファンの支えを受けてこれからも素晴らしい音楽を提供してくれることでしょう。ファンとしての責任を果たし、彼らの音楽を楽しむことで、アーティストとファンの関係がより良いものとなり、彼らの活動を応援する大きな力となります。これからもナンバーアンダーラインアイの音楽を心から楽しみ、彼らの成長を見守りながら応援し続けることが大切です。